では、これから私の方からセミナーを開始させていただければと思います。テキスト分析を使った FAQ の作成の事例紹介ということで、セミナーを進めさせていただきます。まず、私の自己紹介になります。製品企画部成立の水田と申します。よろしくお願いいたします。趣味はキャンプとピクニックになっていまして、まあ、月に2回程度、まだピクニックしているような形になっています。 その方はですねインサイドセールスを担当していまして、これまで FAQ 作成に関する当社ブログを何本か執筆しています。今日また FAQ ネタについてご紹介できればなと思います。 思っています。今回セミナーに参加されている方々、まあコールセンターの方々も多いのかなというふうに思うんですけど、時代に合わせてやっぱり顧客接点が非常に増えていっているのではないかなというふうに思います。これまでは電話での対応だったのに対して、まあ、メールであったりとかチャットっていうところで、どのんどんお客さんとの顧客接点が増えていっている。 まあそんな中、多分、新たな問題にもいろいろとぶち当たっているのかなと思っていまして、例えば、製品の生産性の低下であったりとか、あとは、お客様の満足度の低下というところが、今、問題として起きているんじゃないかなと思います。でそんな問題で、よくある課題として挙げられるのが、おそらく、応対品質の改善というところで、オペレーターへの再教育であったりとか、まあ、FAQ を充実させるという話が あるのかなとまたはサービスの改善というところで外部 FAQ を作っていくであったりとかあとはサービスのブラッシュアップというところに改善を求められているのではないかなと思いますで生産性の低下というところでは応対業務の効率化というところでコールセンター支援システム まあ例えば音声認識入れて、応対品質を上げるような、自動で FAQ がポップアップされるようなシステムに入れて、自動で予約されるようなシステムに入れて、みたいな、コールセンターのシステムの導入で、なんか改善しようであったりとか、あとは運用自体を変えていく、みたいな取り組みをされているのではないかなと思います。でなおかつ、やはりコスト削減というところも、 上司の方からはいろと言われて、今結構いろいろと考えられている方多いんじゃないかなと思います。その中当社が理想というか、あのこういう流れで進めていくのがいいんじゃないかというふうに思っている流れがありまして、その流れはまず現状を把握して、でその後にウォーター品質を改善する。FAQ とかそういったものでウォーター品質を改善していって、その次にサービスの改善。例えば外部 FAQ を充実させてあげることとかによってサービスを改善して、 応対品質、サービスが改善してきたら、応対業務の改善をしていく。この流れで最終的にはコスト削減を目指していこう。みたいなお話をよくさせていただいております。なので、まずは現状把握をして、応対品質の改善を目指すというところをお勧めしています。応対品質の改善で一番簡単なものっていうと、オペレーターの教育よりも、やっぱり FAQ を充実させて、オペレーターに使ってもらえる FAQ に変えていくというところになってくるかなと考えています。 しかも FAQ はサービス改善、外部 FAQ とかにも活用できるので、一石二鳥だと思っています。まずは分析して FAQ の充実を目指していこうというふうにお伝えしています。声を分析して、よくある質問を抽出することで FAQ を充実させるというところがベストかなと思っています。で、ここでいうお客様の声っていうふうに見た瞬間に、お客様の声を常に聞いているオペレーターとかスーパーバイザーさんにヒアリングして、 作成するのっていうふうに思われた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。でもそうではありません。じゃあ、お客様の声から FAQ を作るためにはどうしたらいいのか。まずはですね、お客様の声を把握するというところから始めることをお勧めしています。お客様の声を把握するためには3つありまして、1つがお客様の生の声を収集する。そして、お客様の声を話題ごとに分類する。最後に 分類した話題を定量化するというこの3つが必要だと考えています。それぞれ機能の面でお伝えしていくと、お客様の生の声を収集するは、顧客のデータをテキスト化するというところになります。お客様の声を話題ごとに分類するは、何回も話題を自動で分割するという機能が必要になってきます。最後に、分類したいを定量化するというところは、話題を集計して見える化するという機能が必要になってきます。 でこの1から3のこの機能をすべて兼ね備えているのが当社のヨシナという製品になります。他のツールと同じで使いに行くいんじゃないの分析のプロしか使えないんじゃないのっていうふうに思われるかもしれないですが、ヨシナはそういったことがないように、誰もが簡単に分析できるツールだからできるんです。この後、この使い方っていうのはお伝えできればなと思います。しかし、いいツールがあるイコール、いい分析ができる。 わけでははありません今日はここを重点的にお伝えしていきたいなと思っていいますいいツールかけるいいデータがないと分析っていうのはうまくいかないです。いいツールに関しては先ほど吉野をご紹介させていただきまして、この後も吉野ご紹介していきますので、いいデータについてご説明できればと思います。分析するために必要なデータ、何が必要かといますと、分析するためには目的に適したデータが必要になってきます。 その目的とはというところですが、例えば新しい FAQ を作成したいやったりとか、一部委員に特化した FAQ を作成したいみたいな場合、それぞれのケースでちょっとご説明していきます。例えば、今のコールセンターの状況として、契約、クレーム、あとは解約という3つの項目の電話をいただいているとします。でその中で新しい FAQ を作りたい。例えば、契約更新の話。 が最近増えてきて、それに対しての FAQ を用意しなかったから、契約更新の FAQ を作りたいみたいな話になったときは、この契約更新のデータだけを分析して、その中から契約更新の話っていうのをピックアップして、FAQ を作っていきます。なので、選ぶデータとしては、この契約っていう大きな項目のデータになってきます。次に、一部イヤーに特化した FAQ を作りたい場合、例えば契約っていう項目はあるものの、 A 製品、B 製品っていうものが混在しているような状況だった場合、例えばこの会社であれば、A 製品は1月から6月にかけて非常に契約のお問い合わせが多くて、B 製品は6月から10月ぐらいまでにかけて非常にお問い合わせが多いみたいな状況であれば、分析するときはこの B 製品だけのものを分析して、B 製品の契約が多い話題を分析していくことによって、不影を作る。 というようなデータのピックアップが必要になってきます。ではここでは目的によって必要なデータが異なるんです。だから目的に適したデータっていうのが必要です。おさらいすると、えー、いいツールっていうのは吉野です。で、その吉野があればいいかっていうとそうではなくて、ちゃんといいデータ、要は目的に適したデータがあると、えー、いい分析をすることができ、その後の FAQ 作成であったりとか、サービス改善っていうところにつなげられるようになっています。 では、ここからは吉シを使った FAQ の作り方というところについてご説明していきたいと思います。吉シを使った FAQ の作り方は、分析、考察、そしてまた分析、考察っていうのを何回も繰り返しながら特徴な会話を見つけることで、FAQ ネタト探しを支援しています。分析は、まずデータを分けてみるっていうところを実施します。考察は、話題を把握するっていうところを実施していきます。 次の分析。こちらは、話題を細かく分ける。まあ、先ほど分けた話題に対して、一つをピックアップして、また深く分割してみるというようなイメージになってきます。次に、また同じように話題を把握する、考察で話題を把握するというような流れになってきます。でこの結果、お客様からの特徴的な会話を見つけ、FAQ につなげていくというような流れになってきます。 この後 FAQ の作成方法っていうのをご紹介していくんですが、先に分析対象データについてご説明させてください。分析対象データは、まず音声データ、WAV ファイルって言われるファイル形式のデータになっています。あとステレオ形式ですね。オペレーターとカスタマーの声がバラバラにエロコンされているデータです。お問い合わせ先は PC メーカーに。 なっていましてお電話の内容はお客様との PC 修理交換新製品の質問などになっていますで、件数は230件程度通話時間は平均5分程度になっていますで企業の現状とやりたいことっていうところなんですが現状としては修理や交換のお問い合わせが非常に多くなってきていることに加え新しくコールセンターを立ち上げたばかりなので FAQ がないっていうような状況になっています やりたいこととしましては、音声録音が溜まってきたので、会話内容をもとに修理、交換の FAQ を作成したいというような状況になっています。なので、この状況のお客様をお助けするという意味合いで、ヨシの FAQ の作り方というのをご説明していきたいと思います。実践というところで。まずは分析、データを分けるというところから実施していきます。ヨシナで分析する前の流れをここでご説明したいと思います。 分析するまでに3つのステップが必要になっています。1つが分析データの登録、もう1つが分析データの設定、もう1つが分析条件の設定になります。まず、ステップ1の分析データの登録は Web ファイルの音声データをドラッグ・ドロップで入れていただく。まず、登録したデータの内容を確認します。そして、その後、 今回音声認識データなので、音声認識データだよというところを設定してあげます。これでステップ2も完了です。ステップ3、分析条件を設定。まずはテキストの箇所を分析してほしいので、分析したい箇所に例点を打ちます。そして、これが一番大切なんですが、分析する話題の数を設定してあげます。そうすることによって、AI が自動でその数に話題を分けてくれます。 分析した結果はこういった画面で出てきます。ではここからは考察についてご説明していきたいと思います。話題を把握するというところですね。えー、先ほどの分析結果のまず見方からご説明していきます。まず今回231件のデータを分析しました。そしてそのデータを5個に分割しています。分割された話題というのは各色に分けられているんですが、自動で分割された話題を把握するためには、よくあるワード、 といいいううのの注目ワードっていうのを使っててを使きますなのでここでいうよくあるワードっていうのは紫色のカテゴリーでよくあるワードっていうのが「修理」「可能」「あとは保証期間」「調べ」「すぎ」っていうところがよく出現している単語ですよっていうところが分かってまして「注目ワード」 こちらは、この紫色のカテゴリーにしかない。他のカテゴリーにはほとんど存在しないけど、紫色のカテゴリーにしか存在しない注目すべきワードですよっていうものが出ています。なので、ここら辺を見てみると、PC メーカーなんで固まってしまった、動かなくなってしまったみたいな話があったりとか、あとは店舗、郵送みたいな形で、まあ、修理、交換対応みたいなことをされている話題なのかなってところが想像つきます。このような形で話題を把握していきまして、大体このような話題区間にまとまっていきます。 例えば緑のところとかもお伝えしていくと、まあ、電源ボタンっていう話の中で、まあ、具体、恥ずかしい、間違い、見つかりみたいな言葉がよく出現しています。注目ワードのところでは、接続であったりとか、設定っていう言葉が並んできているので、PC の設定に関する話なのかなというふうに大雑把に捉えるようなことができるかと思います。このような形で話題を把握していくっていうところが考察で実施すべきことになっています。で今回、え次の 詳細分析するためにまた何をしたらいいかって考えるんですがこの修理の話っていうのが話題の大半を占めているのでこの修理の内容をもう少し細かく分析していきたいなと思いますので次詳細分析に入っていきます。それを細かく分けるというところになってきます。 でまず、細かく分けるためにどうしたらいいのかって言いますと、カテゴリー1に絞って深掘り分析を実施します。こちらが深掘り分析をする際の画面になりまして、先ほどデータを登録するっていうところと、データ設定する、そして分析条件の設定という3つのステップが必要ですよっていう話をしたんですが、今回は3つ目のステップ、1つだけで設定できるようになっています。で設定すべき箇所は、先ほどと変わらず、分析してほしい箇所、 を例点するのと、あと何個に分けたいかっていうところを指定してあげることになっています。でこちらがその深掘り分析後の結果になっています。113期のデータを深掘り分析して3個に分けたような形になっていますね。ではまた考察をしていきましょう。話題を把握していきます。まず紫色のカテゴリーから読んでいきたいと思います。修理可能期間調べ保証過ぎ手配あとは店舗 みたいな言葉が並んでいるので、まあ、おそらく保証期間が過ぎた PC のえ、まあ、修理に関する話かなというところが感じ取れます。次のチャイレコカテゴリーに入っていくと、購入、コロ、あとは可能交換、店舗みたいな話があって、 でそのほかには熱くとか発火って言葉が発生しているのでおそらく PC が急に熱くなって不具合を起こしてしまったなのでまあ交換とかそういった対応をしているのかな、まあ、そういうふうに熱くなって不具合を起こした PC の話っていうところがここで読み取れます最後緑色のところは修理可能郵送あとは店舗って話があって あとは機種とかそういった言葉が出てきているので、おそらくもう実際に修理の対応している話なのかなというふうに感じ取れます。このような形でカテゴリー感が把握できました。ここでも約半分を修理の話で占めているというところが分かったので、この紫色のカテゴリーをもうちょっと詳しく見てみようと思います。この紫色のカテゴリーをクリックすると、こういうふうに画面が 変わりましてえもっと詳細によくあるワード注目ワードを見ることができますそして特徴的な文章を表示してくれる文章プレビューっていうのも確認できるようになりますなのでここで特徴的な質問を探していくっていう作業をしていただいています今回はですね期間とか保証みたいな話が結構出てたのでまずは期間っていう単語で絞って文章プレビューを見てみたいと思います 期間という単語で絞ると、まあこのような形で文章にハイライトがついて、上から順によくある文章として文章を提示してくれます。もうちょっと拡大して見てみましょう。そうするとこのような形にで見えまして、結果保証期間外だったってことがわかりました。保証期間外なので修理の対応をしますねっていうふうにお話ししています。 でもう一つの会話、こちらも会員番号を確認して、その後、保証期間を確認しています。保証期間内だったので、交換の対応というような形を実施しています。このような形で、まあ、保証期間外だったら修理、保証期間内だったら交換みたいな対応をされているということが分かってきました。 修理希望の話っていうのをもうちょっと深掘りしてみて、まあ対応内容とか把握して、それを FAQ に反映させていこうと思います。そうなった時に、修理ご希望みたいな言葉があったので、上に絞って、また文章プレビュー見てみたいと思います。そうすると、修理の場合は、 銀座店に予約したりとか、何時に店舗に来てくださいね、みたいな形でオペレーションしているのが分かったので、修理の場合は近くの店舗を案内して、オペレーターが予約を取ってくれているっていうところまで分かりました。ここまで分かれば、あとは FAQ の作成につなげていきます。お客様の特徴的な会話を見つけたら、まずは FAQ 作成というところに当てていく。FAQ 作成するのに、まず現在のオペレーションは、 4つの工程ががあることが分かりました PC が壊れたっていう受け付けをしてその後簡易番号を確認そして期間がいかんないかっていうところを確認して修理対応であれば店舗の予約 をするっていうような形になっています。ここの FAQ の作り方というところなんですが、吉名でこのような形で Excel でアウトプットすることができています。大きく3つの内容をアウトプットできるようになっていまして、よくある文っていうお客様からよくいただく文章の前後3文を提示してくれるものとは、 原文、実際に音声認識した後のすごく長い文章をここでアウトプット。あともう一つはよくある文章として、注目すべき文章、1文だけをピックアップしてくれて出しています。なので、ここでお客様からの質問を見ながら、オペレーターがどう答えてるかっていうところを、この B 列のよくある文の前後3文っていうところを見ながら、 確認ししててを作成いいただくっていうとうころができるようになっていますここまでが FAQ 作成、応対品質の向上の話なんですが、ここからサービスの改善とか業務改善のところにもつなげていきたいなと思いますので、もし外部 FAQ を持っていたら、外部 FAQ サイトみたいのをその会社さん持っていたら、こういうことできそうという話をしていきたいと思います。先ほど4つの工程が あったとっいう話をしたんですがこの簡易番号を確認ってウェブ上でもでもきそうな気がしますよね例えば外部 FAQ で保証期間の確認をしてもらったりとかあとは修理交換内容の確認をしてもらうっていうことをするとちょっと工数省けそうだなというふうに思いますなのでもしお客様が外部 FAQ を見てから問い合わせする流れができたらというところで理想的な業務をちょっとここでお伝えしていきます まずは PC が壊れたってお客さんが外部 FAQ をまず確認してくれてた場合、外部 FAQ 見ました。それで保証期間内だったからお問い合わせ、修理のお問い合わせしたいんです、修理の予約をしたいんです、または保証期間内だったので交換のお願いしたいんですみたいな電話。あとは自分の番号が分かんなかったので、まずは保証期間の確認の電話で、その後まあ修理対応なのか交換対応なのかっていうところをオペレーションしてもらう。 みたいな感じにすると、実は一工程で完結するようなコールセンターに変わってくるんではないかなというふうに思います。でもっとサービス改善していこうってなると、例えば、ウェブで予約体制を整えていた場合、外部の平均を確認して、保証期間外だったから、じゃあウェブで修理の予約しよう。逆に保証期間内だったから、ウェブで交換の予約しようみたいなアクションに変わってくると思います。 あとは、お客様自身での解決みたいな形で、お客様が電話かけずに解決するっていうところも実現可能になってくるかなというふうになります。このような形で現状を把握して、でそこから、ね、まず応対品質どうなっているのか、応対内容どうなっているのかっていうところをしっかりと理解することによって、次のサービス施策であったりとか、業務の改善施策、オペレーションの改善施策っていうところにつなげられると考えております。まとめますと、まず分析。 現状把握して現状把握するために分析っていうところが必要になってきますそしてその次にまずは応対品質ってていいいうう比較的改改善善しししやすいところから改善していきましょうその次応対品質改善した、まあ、例えば FAQ とかで改善した場合はその FAQ を外部 FAQ とかに活かしていくことによってお客様の自己解決を目指していきましょうより 自己解決を目指していくような形を目指すのであれば、ウェブ予約体制とか、そういう応対業務の改善っていうところをもっと目指して、最終的にはコスト削減っていうところを目指していきましょうっていうのをお伝えしています。なので、ぜひ何から手をつけたらいいのか分かんないっていうようなお客様がいらっしゃいましたら、ただ現状把握ということで、吉野の活用を強くお勧めしたいなと。 思っていますあとは FAQ の作成事例というところを最後に簡単にご説明していきたいと思います。実際にこれ過去に頂い,いた案件になってくるんですが目的が新しい FAQ を作成したいよという話をいただきまして約100件程度まずは目標としてやりたいですというお話をいただきました。プロジェクトの期間は2ヶ月程度で分析対象データは音声データそして3000件程度のデータを頂い,いています。 これだけのデータでも十分100件程度の FAQ ができるというような内容になってますね。進め方、気になるところだと思うんですけど、このところは先ほどお伝えした分析、考察、詳細分析、考察のこの流れをワンクールとして、ワンクール2、3週間程度いただいて、それを3回繰り返すというようなプロジェクトで進めさせていただきました。 アウトプットの方は先ほどもお見せした通り、こういう Excel 形式のデータでよくある文章の前後3分の内容、お客様からの質問と、あとベータがどういうふうに答えたのかが分かるような内容でアウトプットというところと、あとはまあお客様からのよくある質問的なものをここで抽出して、Excel でお出ししてみました。 まあこの内容でお客様は内容を見ていただきながら f x を作っていただいたというような流れになっています。実際、当社はいろいろとこのヨシなプランをご用意しております。実は気づけば5個ぐらいプランがあるんですが、その中でもトライアル吉シナっていうプランがありまして、分析代行っていうプランがあります。 ありますこれは分析初心者とか時間がないのでまずはプロにお任せしてどんな結果が出てくるのか知りたいというような時に使っていただくプランになっています。先ほどの FAQ 作成の事例もこちらのプランを使っていただいて FAQ のネタを抽出したというような 実際ミーティングは3回程度キックオフとか最終報告を合わせて5回程度実施するような形になっていまして当社の作業としてはコンサルティングの稼働であったりとか分析あとは簡単なデータ加工などをさせていただいております期間は2ヶ月で実施しております自社の FAQ 作り直したいであったりとか他社様の方に FAQ 作成のご提案をしたい等々がございましたら ぜひ、こちらのプランを活用したご提案とかをしていただけると非常にありがたいなと考えております。本日のセミナーは以上になります。ここまでご清聴いただきありがとうございました。